みです。今日はセガさんにやってきています。というのもこの間オフィシャルでニュースが出たと思うんですけど、ドリクマとワルクマのクレーンゲームが始まっちゃいます。イエーイ。でちなみにこれがブランケットです。UFO キャッチャー王子がいるということなので、その人に聞いてみたいなと思ってます。王子はい、呼ばれて飛び出てでございます。はい、よろしくお願いします。はい、これ、はい、どう、あのまずどっからどうやればいいですか。そうですね、今ここのページのちょっとだけ下に行っていただくと、はい、初回の登録を最初する必要がちょっと出てくるんですけれども、ここに、あ、そこにありますね、今すぐ遊ぶっていうところがあります。今すぐ遊ぶ、はい、そちらをちょっとクリックしていただいてよろしいですか。はい、はい、そうすると最初初めてなので新規の会員登録をしていただく画面になります。はい、お手持ちのどれでもいいので、はい、アカウントを、持っているものを、はい、登録しようと思います。はい、でもその前に、はい、遊ぶためにスマホの人はアプリをダウンロードしなきゃいけないんですか。スマホでアプリで遊んでいただく場合は検索してアプリで、はい、始めていただいても結構です。はい、あとパソコンでやりたいよっていう方は今みたいな形で、はい、ブラウザ版というかウェブで、はい、遊ぶこともできると、どっちでも同じような繊維で遊ぶことができますね。はい、ということで、はい、チャイミという名前で登録をしてもらったんですけど、はい、登録しました。そうするとシリアル番号とか入れてね、はい、特別に早くできるアプリのプレミアム会員さんとか登録していただくと、なんと、はい、先行で遊べます。じゃーん、ここ一番上ここに出てますね、今出ています。早速やってみましょうか。やってみたいと思います。はい、結構私うまいと思うので見ててください。期待してます。はい、じゃこれをクリック、はいはい、クリックしてください。あ、ちょっと特別に今回は、はい、BGM が流れるようにやったなっております。じゃあもうずっと聞きたい時はずっとそうですね、このブースでプレイしていればっていうことになりますね。はい、はい、じゃあやってみたいと思います。はい、実際にこれはあとはプレイスタートをしていただければ、はい、はい、ゲームがプレイできます。まずはそうですね、 UFO キャッチャー上の1分以内にやんなきゃいけないの。そうです、1分以内に操作を完了させてください。はいはい、1番ボタンを押している間だけ右に動きます。あ、カメラが切り替わった。勝手に切り替えます。で、2番ボタンを押している間だけ奥に行って離すと止まります。はい、さあこれでどう動くか。ああ、これこれはまだいいですね。悪くは、はい、悪くはないと思います。これ、はい、今ですね、これ実は画面をちょっとクリック1回してもらっていいですか。そうすると横からも、これ今横からの画面なんですよ。これスマホの人はこうタッチすればいい。そうです、スマホは前はタッチしていただくと、今どんな感じで横から見ると思うか。ゲームセンターだとこう、あ、こう見て、そう、正面見て、そうそう、あんな感じをこうオンライン上でもこう、なるほど、はい、で次どこを狙おうかなみたいなことを考えるのが、はい、なるほど。王子、これは、はい、どこをどう狙えばいいんですか。そうですね、ちょっと立ってしまってはいるんですけれども、はい、真ん中よりもちょっとアームを右の方で止めてあげる方がいいかもしれないですね。まず横はアームを右の方、はい、少しだけ真ん中よりも右に止めるっていう感じになります。奥移動、奥に関しては、はい、そうですね、ちょっと横から見ていただいて、そうですね、今回だと本当にその今だと足のあたりまでちょっとだけ奥目ですね、はい、景品の真ん中よりもあたりを狙ってあげて、はい、はい、ちょっと倒しながら手前に転がると、倒す、そうですね、この場合だと一回倒して手前に動いてくるのが理想ですかね。はい、ちょっとやってみたいと思います。はい、はい、ドキ
出てきますよね。ちょっと右。はい、真ん中 L のちょっと右ぐらい。あ、そうですね。ちょっと奥。ちょっと奥。あ、どうかな。これで景品が。ああ。いや、これで。どう手前に。ああ。ああ。もう少し右でもよかったかもしれないですけどね。惜しかったですね、今。すごくよくいい動きをしたので。どこがどう惜しかったかよくわからないけど。コンティニューします。はい、コンティニューするとまた次のプレーが、そのまま、はい、引き続きできる。これはどこ狙えばいいですか？そうですね、これも、先ほどと同様なんですけれども、まあ、ちょうど中心よりももう少しだけ、あ、そうですね、もう少し右でもよかったかもしれないです、今回だと手前に落としたいので、はい、この D、C、T の、はい、ちょっと C と T の間ぐらいをイメージして止めてあげて、手前側ですね、その手前、これで言うと右側、はい、あ、ちょっと行き過ぎたかな、難しい、でもこれでも手前に動いてくれば正解、おー、あーそう、これちょっとね、あれなんですよ、奥の方が重い、なんか頭が重いんじゃないの、頭ちょっと重いので奥を持ち上げちゃうと少し持ち上げた後奥行っちゃうんですよ、あー、あ、なるほど、手前で持ち上げてもらうとちょっと手前に来るので、あ、じゃあ、はい、一発で取ろうとしないで、はい、ちょっとずつずらす、はい、ちょっと手前にずれるような狙い方、ちょっと手前にずれるような狙い方をイメージすると、なるほど、一番いいかもしれないですね、はい、じゃあこれは、そうですね、揺れの場合はもう一度、まあ、真ん中ぐらいまで行っていただいて、真ん中、はい、大丈夫ですね、はい、いいと思います、で今の動きだと手前を狙ってもいいので、そうですね、また C と T の間ぐらいを狙うぐらいで、はい、うまく持ち上げれば手前にコロンって転がる可能性もありますね、よいしょ、ああ後ろだよ、ちょっと後ろにこのドリクマソニック、アルクマソニックは難易度はどのぐらいなんですか？そうですね、まあ、難易度で言ったら、まあ、中くらいかなとは思います、そんなにすごい難しいわけでもなく、うん、はい、まあ、確かに1回で取れるかって言われたら、うん、1回で取るのはさすがにちょっと運が必要というか、うん、今みたいな感じでコロンって転がると多分1回で取れることも、この斜面のこの転がるスタイルなんですか、はいはい、あ、そうです、そうなってます、なるほど、はい、だからなんか運でも取れる、はい、運よく手前に転がってくることは往々にして、あ、わかりました、実はかなりあります真ん中、はい、その辺でどうだ、これだったらうまく上がりつつよければ、頭が出張ってるんだよ、ね、うん、ああ動かないんだけど、入らないですね。じゃあちょっと王子やってみて。逆向きになっちゃってますね。はい、ちょっと王子のプレイを見せていただきたいと思います。ちょっとだけ手前にした感じですね。まだちょっと弱かったですか？はい。それまでやってもらっていいですか？いきなりプレッシャーがかかりましたね。すごい。これは取れなくない？ちょっともう一回やります。こうなってる、意外とここから撮れたら面白いですねそして倒しながら掴み上げられたらいいなと思ってるんですよね、押して手前に倒しながら掴み上げて手前に転がすっていう、惜しいタグが今邪魔しなければ多分手前に転がったかもしれないですね、いろいろやってみていいですか、はい、ちょっとだけ狙いを、だって見てる人は
るパターンがたくさんあるって、ね、これ多分本体で押しながら手前に倒していく感じを。ありです、ありです。ちょっとこれで足がこっちに向いたの で、はい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 、でこのあとこの辺ですね、今、はい、やっと示しやすくなってきたんですけど、はい、この辺りを狙って、はい、でこの今正面だとこうなってるので、はい、横から見てこの辺りを狙ってこうこっちに足を倒しながら持ち上げて、はいはい、手前に動かすということを狙っていきます、はいはい。で真ん中足よりもちょっとだけ置く。そうすると本体で押しながら横から見ますね。こうなって、すごい本当だって、そう、何転がしたよ。なんでどうしよう。取れてよかった。じゃないところからバトンを受けたんで、ちょっとヒヤヒヤしてたんですけど、すごい。 なのでちょっとあの場所によって狙いは少し変えていって、奥狙って転がすときの方がいいこともあれば、手前持ち上げて手前に持ってくるときもあれば、はいはいはい、ちょっと違うことがあるんですけど、はい、あんな感じで、取れたのは どうやったら手に入るんですか。そうです、これ取れただけだともちろん、ここに不安定出てくるわけではないので、はい、実際にサービスから、ご指定先というかご自宅というかに配送をさせていただきます、はい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 、それについても簡単に説明させていただきますね、はい、今この右上にマイページありまして、はいはい、ここのですね、景品獲得履歴というのを、はい、そうするとこんな感じで取れた景品が、はい、ここにしっかりと出てきます、はい。ここに来ましたら、あとはこの未配送景品というふうになっているので、はい、これを、クリックして、はい、で配送したい先を入力していただいて、はい、ポチッとやっていただくと、はい、週に1回までは無料で景品を配送させていただきますので、はい、もうただ、はい、景品が取れさえすれば、あとはただで配送費は追加で取らずにお送りさせていただきます。ということで、さっき取れた景品がこれでーす。イエーイ。でも、はい、結構何回もやって取れなかったじゃないですか。画面上よりもこれを使ってどこを狙ったらいいかを教えてほしいんです、はい、OG。はい、あ、なるほど、わかりました、はい。ちょっと一番最初のところからお話をすると、さっきみたいなと狙い方、さっきみたいな こういう置き方をしている場合ですと、はい、やっぱりこう今で横から見るとここら辺ですね、手のあたりというか、はい、ぬいぐるみで言うと中心よりもちょっと前のあたりを、はい、まずは狙ってあげる、はい、そうするとこうイメージ的にはこう持ち上がって、で場合によってはやっぱり途中で落ちるので、はい、落ちるんですよ、はい、そうすると今みたいにこういう動きで手前に景品が、はいはい、はい、進む感じになります、はい、基本の動きはこれで、はい、穴の方に寄せていくっていうのを考えれば一番いいかなと思います、はいはい、ちょっとね段差がやっぱりあるので、はい、乗りにくいなって時は出てくるんですけれども、はい、その時は実はこう正面から見て真ん中をこう掴むというよりも、はい、ちょっと中心をこうずらして狙ってあげる、はい、右か左かどっちかにずらしてあげる、はい、そして掴むとこう持ち上がって、これがこんな感じの動き、さっき立ち上がったのと似てるんですけど、こういう動きをしやすいんですね、はいはい、そうなるとこっちだけ段差の上にちょっと乗ろうとしてるっていう動きになります、はい、なのでちょっとでもこう段差に乗ってきたなと、はい、ちょっと横から見た方がですね、こういう感じになるのが理想ですね、はい、そうなってきたら最後は足の方を持ち上げてあげると、はい、ここの段差がこうこんな感じで、はい、押してるっていう感じになります。はい、段差に乗せるのと後ろを持ち上げるのをさっきなんかほぼ1回でこう一緒にやっちゃったみたいなイメージなんで飛ばしちゃったんですけれども、そんな感じでこう手前にコロンと転がすると最後に落ちてくれるので、はい、基本的にはそういった順番で狙っていくと一番景品獲得には近いかなと思います。もちろんそのさっきみたいに
持ち上がった反動で落ちて転がって取れるっていうのも、はいはい、あの大にしてあるので、はい、それはもう場合によっていろいろと狙ってみてもらえると、はい、なんか想定外の動きして面白い動きして落ちたみたいなのもあると思うので、はい、いろいろとプレーでやってみてもらえると嬉しいかなと思います、はいはい、あとあの UFO キャッチャー、あの普通の UFO キャッチャーと違うのが、あのオンラインでプレーしていると他の人がプレーしてるの見られるんですよ。あ、そうですよね。そうなんです。みんなで今みんな6人ぐらいでやってるんですけど、うん、みんなでおーってなってすごいみんなでやると超盛り上がるので、うん、パソコンでやったらみんなで見れるし、スマホでも周りのお友達と一緒にみんながらやると結構みんなであの声出ちゃうなのでみんなでワイワイやっても楽しいなと思いますので、誰かっていうのを見ると誰かがやってるのがあ、取れたってやったら、あ、こうやって取ればいいんだっていうのが分かるので、そうそうそう、並んでる前の、うん、あ、そうですそうです、県民並びになるときに並んでる前の方がどう取ったかとか見て、はい、あ、こうやって取ればいいんだって分かることもあるので、ちょっとこまめに見てみるともしかしたらヒントが、あのより生のヒントが散らばってるかもしれないですね、はいはいはい、だから欲しいものじゃなくても見るのは無料で見られる、ね、見られます、はい、見るだけただなんでぜひ見てください、はい、というわけで今日はセガさんで UFO キャッチャーオンラインを体験してみました、はい、結構難しいけど本当に盛り上がって楽しいので、うん、あの皆さんチャレンジしてみてください。ぜひ遊んでください。